お花紙で作る菖蒲の花の詳しいサイズと作り方のポイントです。お花紙は合紙化繊維の五色鶴を使っています。パッケージには大きさが書かれていません。測ってみると短い方が20センチ弱、長い方が25センチくらいでした。今回はこの色の組み合わせで作ります。花4つ分の材料です。一番大きい花びらは藤6枚、上向きの花びらは青3枚、花びらの中心の模様には黄色2分の1枚を使います。お花紙は薄いので重ねたまま折ったり切ったりしていきます。藤は大きい三角が2枚、青はこの半分の大きさの三角が4枚取れるように切ります。三角はそれぞれ12枚ずつできます。黄色は半分に切ったらそれを4つに折ります。さらに細長く3等分に折ってから2つ折りにし、先が尖ったこのような形に切り取ります。これも花びらと同じ12枚できます。3枚ずつが1つ分の花の材料です。大きな花びらは半分に折って折り目をつけ、真ん中にも少しだけ折り目をつけておきます。半分に折った状態で斜めになっているところを少しだけ波形に切ります。小さい方も同じように波形に切ります。1枚ずつに分けたら、大きな花びらの真ん中の折り目からスティックのりで花びらの模様を貼ります。この部分は少しはみ出します。小さい花びらのこの部分に糊をつけ、中心が合うように貼り合わせます。一番難しいのがこの形にするところです。端から端まで少しずつ水糊をつけたら、糊をつけたところから3センチくらい離して中心を物差しなどで押さえます。三角の端から真ん中に向かってジグザグにギャザーを寄せるように貼っていきます。反対側も同じように貼ったら、物差しを抜いてしっかりとねじり、小さい花びらがくっつかないように少しめくっておきます。これを3つ作ります。まず2つを貼り合わせます。真ん中に寄せたところに水のりをつけ、ぎゅっと貼り合わせます。半分だけ開いたら根元に水のりをつけ、3つ目を貼り合わせます。根元の部分をしっかりとねじったら1センチくらい残して切り取ります。これを紙の棒で作った茎と組み合わせます。茎の作り方は別の動画をご覧ください。茎の切り開いたところにたっぷり水のりをつけ、花の根元を差し込みます。ぎゅっとつまんでしっかりと貼ったら、花びらを破らないようにゆっくりと開いていきます。全体を見ながら形を整えて出来上がりです。今回は分かりやすいように大きい花びらと小さい花びらの色を変えていますが、同じ色で作っても綺麗です。飾る場所に合わせてお好みの色で作ってみてください。